なのだ。今日はおいしいおいしいフレンチトーストさんを作るのだ。おちびちゃんも大好きなのでおすすめなのだ。ほらほら、食パンを食べやすい大きさに切ります。なんだか食パンも値上がりしたのだね。ボウルに卵と砂糖と牛乳を入れて混ぜます。ここの比率はお好み。たまにすんごくこだわる人がいるのだ。お父さん、お腹が空いたのだ。おはよう、おはよう。たまんねえのだ、のだ、のだ。パンを入れて卵液が染み込むまで浸します。うちではすぐに焼くけど、朝食用にするなら寝る前に用意しておくのがおすすめなのだ。のだ。はあ、はあ。フライパンにバターを入れて弱火で溶かします。このくらいのフライパンで作るなら食パン2枚がちょうどいいのだ。弱火のままパンを焼きます。砂糖を入れてると焦げつきやすいので、よくひっくり返すと失敗しにくいのだ。のだ、のだ。ずん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 。ああ、これで完成なのだ。おいしいヤミー感謝感謝。また枝豆一杯食べたいな。デリシャッ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 。ハッピースマイル。じゃあまたね。